久保さん、みんなやらなくても言いますよね。や、逆に言うと、やらないから言うっていうね <laughs>。何なんでしょうね。やらないから言うっていうね。そう。やらないと分かんないじゃないかと。で、やらないと分かんない。やってみてこうなったっていう人の動画を見て、なんか言うわけですよね。久保さんも10年前ね、あの <laughs>、やってなかったわけですね <laughs>。やってなくて、麻雀店のおっさんで、そのおっさんの動画を見て、なんかあたこと言ってて、 いややったからこうなったよっていうのを見せてんだけどもでも言うわけじゃないですかいや自分にはみたいなね <laughs> いやいやいや久保さんより下だったんですかと僕より下だったんですかお前お前は就職活動の時にねあのー、バイトでも難しいよって言われたりとか君これでよく就職活動してるねって言われたことあるんですかと。 あなたより底辺で、あなたよりバカでね、あなたよりアホでね、あなたよりカスみたいな、底辺の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 僕があなたより収入を上げてます。この現象は何なんでしょうかい <laughs> ってらっしゃい。